さあ第2クォーターに入ります。山口大学ランから入って見事に攻撃権更新果たしております。山口大学ファースター、ここでクォーターバック、オプションをフェイクにしたんでしょうか。そこから右オフタックに突入しました。ブロッカー従えた格好で見事にこのラン決まりまして攻撃権更新になっております。山口大学ファースター、ここは木下がその健脚で陣地を徐々に押し上げていっております。さあ山口大学相手に18ヤードの地に迫りました。この位置からの山口大学ファースターアウト。そのままクォーターバック走り込みました。見事そのオプションアクションから自らキープを展開し、相手タックルを受けながらセカンドエフォートで粘り、そのまま一気にエンドゾーンを駆け抜けましてタッチダウン。山口大学ここで木下の足によりましてタッチダウンを上げる形になっています。そしてトライフォーポイント。1点追加、これによりまして山口大学7点、広島大学7点、同点となりました。まさにこの試合のためのとっておきと言わんばかりのこのフレックスボーン、見事に展開機能しておりまして、山口大学が同点に追いつくタッチダウンを上げる形に成功しております。見事このシリーズタッチダウン完結しましたが、クォーターバック10番の木下でした。池田高校出身のプレイヤーです。さあこれによって試合は五分に戻りました。さあここから振り出しに戻った試合、どのように展開していけるでしょう。そして両チーム得点を挙げた点でも非常に注目の状況になっております。さあやはりフィールド上風が若干強いのか、ボールがしばしばこのキックオフティーから転がる光景見受けられます。山口大学、そのままノーマルな形でキックオフを行う模様です。さあ広島リターンに入った。これはナイスリターン。キャッチしましてそのまま一気に中央駆け上がり、相手のディフェンスをすれ違いながら2点35ヤード地点を確保し、この位置からの広島大学の攻撃に変えます。果敢なリターン確保しましたのは広島大学31番の辻村でした。虎姫高校出身の2回生です。広島大学自身35ヤードからのファーストアウト。1番にランプレーを託しました。ハンドオフから2周点突入させまして、1番相手タックル受けながら約2ヤードから3ヤードのゲインに変えております。それを仕留めました山口大学10番でした。キャリア1番は吉村、恵那高校出身4回生、仕留めました山口大学10番の木下でした。池田高校出身3回生です。広島大学セカンダウン8、ボールオン自陣37ヤード。ナイスブロック、ナイスラン、広島大学ファースター。ここで1番にハンドオフした際オフェンスライン素晴らしいブロックで相手のディフェンスを粉砕、その大きく空いた穴を見事に駆け抜けまして1番見事攻撃権更新です。広島大学ファースター。さあ広島大学のオフェンスライン陣が相手を圧倒し始めたか、ランニングバック1番吉村のランを支えます。広島大学自陣45ヤードからのファーストアンテ。これはナイスタック。
66番ショットガンフォーメーションからキープのランを展開しようとしました。相手のダッシュかわし左オフタックル駆け上がらんとするところ、しかし山口大10番がタックルし、ゲインは3ヤードに留めております。キャリアは16番の太田、立命館森山高校出身、仕留めましたのは10番の木下です。池田高校出身、共に名門校出身のプレイヤーです。で、広島大学セカンドダウン7、ナイスコインテイン、ナイスタック。ここで、1番にピッチしまして右オープンのランを展開しようとしました。しかしそこで山口大学71番がコンテイン、見事にその走路を防ぎまして、このランプレーを阻止しサードダウンに変えます。見事なテクニックを披露しましたのは、山口大学の71番の佐原でした。八幡高校出身3回生です。広島大学サランテ、パス不成功。ここでクォーターバックは左に展開していく。81番にパスを投じました。しかし81番このパスキャッチできず、オーバースローのためフォースダウンに変わります。チャットラムメッセージありがとうございます。相続マーケティング研究所さんはですね、川口様ですか、どうもありがとうございます。北陸学連の川口様のメッセージですね。いつも素晴らしい配信ありがとうございます。11月9日の金沢でのダイブリッジボールの対戦相手が決まる戦いですね、非常に注目しているというメッセージありがとうございます。そうですね、対戦相手である、北陸学生としましてもやはり注目の一戦というところでしょう。広島大学フォースダウン10、8ヤード付近でとどまりまして、この位置でテイクオーバー、攻守変わり山口大学の攻撃に変わります。ダイアン高谷さんは、ヒャホーゴリゴリケというメッセージありがとうございます。山口大学の立ち合いに対するメッセージありがとうございます。勝高様、広大69番今日も素晴らしいスナップを見せてくださいというメッセージ、69番ですね、広島大学69番の岩下選手への応援メッセージありがとうございます。玉野高校出身のプレイヤーとのことです。さあ山口大学自陣18ヤード下の攻撃ですが、ここでホイッスルが鳴っております。ここで広島大学が前半1回目のタイムアウトを行使しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。まずはこの前半の最初のタイムアウトを広島この段階で取りました。さあ大変やはり面白い戦となります。非常に優れた基本的なファンダメンタル、基礎体力とその基礎技術が優れております広大が試合の主導権を握らんというところ、しかしここで山口大学がまさに奇策中の奇策、さまざまな策を講じまして現在互角の戦いに持ち込んでおります。双方の知恵体力技術が、錯綜する素晴らしい、やはり決勝にふさわしい一戦というふうにお見受けさせていただきます。さあタイムアウトを解けまして山口大学の攻撃に入ります。山口大学自陣18ヤードからファーストダウン10、さあこのアンバランス、フレックスボールが非常に、興味深いところであります。ここはどういう展開するか。さあ今度はオプションクォーターバックを右オープンに展開しました。ピッチマンに渡すのではなく自らキープしまして、この判断構想し攻撃権更新です。山口大学ファースナー、非常に的が絞りにくい攻撃が現在展開されているようです。攻撃権を1回で更新しまして山口大学再び1回目の攻撃を得ます。
さあ自陣29ヤードの位置からの山口大学攻撃に入ります。山口大学ファーストダウン10、ここでショットガンに変えた。パス不成功。ここでパスによって一旦そのチェンジオンペースを図らんでいるところでしたが、しかしここは広島大譲りません。見事なパスカバーでこのパスを不成功に変えております。あのやインターセプトにならんというところでしたが、しかしダウン変わりまして山口大学セカンドダウンの攻撃に変わります。カバちゃんヨッシーさんメッセージありがとうございます。ギャンブラーズ昨年続きアレンパ頑張れというメッセージありがとうございます。さあショットガンを、このシリーズも使いますか。山口大学セカンドダウン10、さあそこからキープいった。好調なクォーターバック10番に走らせるためにショットガンを用いたカンガルー、このダウンプレー見事な前進になっております。さあ攻撃更新にはしかしわずかに届いておりません。サードダウンに変わる模様です。山口大学サードダウン残り1ヤード、ここでホイッスル。今度は山口大学が前半1回目のタイムアウトを行使しました。双方ともさまざまな策が交錯する状況にありますが、この1ヤードのためにあえてタイムアウトを行使しました山口大学。さあ互いにその決勝にふさわしい攻防戦がこのタイムアウトを含めまして繰り広げられている、そのような一戦になっております。さあここでどのような策を講じるか。山口大学サーダン残り1ヤード、更新になりました。ヤングシャイクファースター、最も確実なクォーターバック自らの QB スニックによりまして攻撃権更新になっております。ヤングシャイク攻撃権更新しまして1回目の攻撃を終えます。さあ自陣42ヤードに攻め上がっての山口大学ファーストダウン10、ここでホイッスルが鳴っています。イエローフラグが登場しました。反則発生です。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは特定の選手以外は1秒間静止しなければいけませんが、これが守れなかった形でフライングという扱いになります。5ヤード抜体しましてファーストダウンやり直しとなります。さあ下がりましたがファーストダウン15の状況で試合再開です。山口大学自陣37ヤードからのファーストダウン15、キープによって突破を図らんというところでしたが、これは、広島大学を抑えます。
約2ヤードから3ヤードのゲインとどめセカンダウンに変えます。山口大学セカンダウン13。さあここで再びフレックスモア、さあ今度はオープンへの展開を99番に託しましたが、しかしここでイエローフラッグが投じられております。相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません、握ってもいけません。この反則をオフェンスであるボールを持っている山口大が犯しまして、10ヤードバッタイを受けセカンドダウンやり直しとなります。さあ下がりましたが山口大学攻撃は継続しています。セカンダウンロングの状況の試合再開。クォーターバック14番に変えた。88番ディフェンスのカバー有田がこれを見事にキャッチしまして貢献更新。山口大学ファースト素晴らしいパスを通したのはクォーターバック14番の中山、広島上高校出身3回生、取りましたのは88番小山、工場高校出身2回生です。さあ山口大学相手陣26ヤードに入ってのファーストアンテン、さあしかしこれは広島に超えた。さあゲインを1ヤードに止めましたが、しかし山口大学セカンドダウン内に入ります。たけし吉田様、ナイスパス、清様、ナイスパス、ナイスキャッチのメッセージありがとうございます。ここでホイッスルになります。ここで山口大学は前半2回目のタイムアウトを行使しました。山口大学としては何としてもこのシリーズを得点に結びつけたいというところでしょう。このシリーズで2つ目のタイムアウトを投入しました。確かに前半残り時間も2分32秒となっております。この引用におきましてもタイムアウトを行使したと思われます。山口大学セカンダウン内、ナイスダーパーナー、ここでビッグプレーが出ました。クォーターバック14番ポ
分からんというところでしたが、そのパスを取りましたのは広島大学31番のインターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権変わりまして、広島大学に変わります。素晴らしいインターセプトをしましたのは31番の、広島大学辻村でした。虎姫高校出身の2回生です。さあ非常に厳しい状況、見事にこれをインターセプト、チームのインターセプトで、奪還することに成功しました。広島大学自陣45ヤードからの攻撃に入ります。さあ前半残り時間2分20秒、これを攻撃得点に完結することができるでしょうか。逆に山口大はこれをしのぎ、この状況を確保できるでしょうか。広島大学ファーストダウン10、ナイスファースト。ここでランニングバック1番ゴールを切りました。中央に回ってオフェンスライン、山口大のディフェンスを粉砕するように中央大きなホールを作り、1番見事駆け抜け攻撃権更新です。広島大学ファースト、ここでホイッスル。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。今シーズンより、アメリカ NCAA ルールに準拠しております日本国内フットボール、従来はプロでしか採用がなかった前後半残り2分での2ミニッツウォーニング採用となっております。ここよりアメリカンフットボールは時間をいかに使うかといった時間の駆け引き含まれた戦いになってまいります。さあこれを駆使しまして得点に結びつけるか、あるいは防ぐことがなるか、これより時間を含めた戦い注目ください。ジャムおじさんはオフサイドのアナウンスメッセージですね、これはライアン高山さんの言う通り審判団判断ではオフサイドなかったという判定になっております。さあ2ミニッツウォーニング解けまして試合再開です。広島大学相手陣42ヤードからのファーストアンテン、これは山口を止めた。今度はランニングバックに託しまして左オープン展開を図りましたが、これは10番食い止めます。しかしゲイン約3ヤードほど確保しました。中で倒れたため時計回り続けます。キャリア1番は、吉村恵那高校出身の4回生、仕留めましたは10番の木下池田高校出身3回生です。広島大学セカンドアウト7、不成功です。これはナイスディフェンス。クォーターバック16番、右に流れながら、ターゲットを探しつつ奥に走り込んだ32番にパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスのプレッシャーからかパス不成功に終わっております。ダウン変わりまして、サードダウンに変わります。広島大学サードダウン7、広島ここで左レシーバーを固めるバンチフォーメーションを用いています。パス成功、パスだ。クォーターバック16番に下がりまして中央から外へ走り込んだ81番にパス、81番これを伸び上がるようにキャッチしまして攻撃権更新果たしております。広島大学ファースト
見事キャッチしましたのは81番の松岡でした。松山中央高校出身3回生です。広島大学ファーストダウン10。さあこのパスの通って失礼しました。パス不成功の判定、パス不成功の判定となっています。外へ走り抜けるレシーバーにパスを投じましたが、どうやらレシーバーそのキャッチの前に外へ出てしまっていた状態のようです。従いましてパス不成功の判定となっております。失礼しました、キャッチが認めました。シグナルを誤りました。キャッチ成功となっています。5ヤード前進しセカンドダウン5に状況変わっております。失礼いたしました。タイムアウトの、表示を誤っておりましたが、広島大学前半2回目のタイムアウトを取っております。先ほど山口大学と広島大学のタイムアウトの、操作を誤っておりました。双方とも残り前半1回となっております。山大ファイトのメッセージありがとうございます。山大としてもこの残り時間1分2秒の攻防を何とかしのぎ、この状況を確保したいところです。さあタイムアウトを解けまして試合再開。広島大学相手陣19ヤードからセカンドダウン5。カメラ判断誤りました。クォーターバックがキープしておりました。ランニング枠1番が持っていたと判断しまして誠に申し訳ございません。それをフェイクしクォーターバック16番が左オープン展開し約2ヤードから3ヤードゲインに変えております。しかしここは、山口大学もこれを防ぎましてサードに持ち込んでおります。時計回っておりますが失礼しました。時計も止まっております。サイドライン割っておりました。前半残り53秒で時計止まっております。サードダウン3。選手を中へ固めてきた。さあ中央へのパワープレー、クォーターバックスニークをブロッカーをつけて中央突破完工しましたが判定どうでしょう。攻撃変更シーンです。広島大学ファースター。ここは文字通り11人攻撃によりまして攻撃権更新果たしました。広島大学攻撃権更新になっております。さあしかし時計もあります。広島大学ファーストダウン10、ファーストダウン10です。エンドゾーンまで残り13ヤード。パス不成功です。ここでクォーターバックは左スプリントアウトからワイドレシーバーにパスを投じましたが、このパスはディフェンスカバー厚しと判断しましてパスを投げ捨てる形になりました。しかしこれにより時計止まります。前半残り時間23秒でセカンドダウン10に変わります。広島大学セカンドダウン13。失礼しました、セカンドダウン10です。エンドゾーンまで13ヤード。クォーターバックパスを投じると下がりました、下がりましたがプレッシャーから右にスカンブル、これより約4ヤードほどゲインとなっていますが倒されました。ここでホイッスルになりましてタイムアウトを取ります。広島大学前半最後のタイムアウトを行使しました。前半残り時間9秒。
広島大学残り9秒でタイムアウトを取りました。状況はサーダウン8の状況になっております。フォーメーションを変えました。フィードをトライ、キックによる3点を狙います。キッカーは73番、ここでホイッスル。ここで山口大学も後半最後、失礼しました、前半最後のタイムアウトを行使しました。ここで緊張、プレッシャー、そして集中力を削ぐタイムアウトを取ります。スプリントアウトというアクション自体は存在しております。この判断も私の判断とさせてください。さあタイムアウトを続けまして試合再開。広島大学サーダン8フィードをトライ、このキック見事に決めまして広島大学10点、山口大学7点、広島大学がリードする形になりました。ここでフィード上時計が回っておりまして前半終了となりました。前半終了となりまして広島大学ラクーンズ10点、山口大学ギャンブラーズ7点、その差3点という状況で前半終了となっております。非常に面白い攻防戦となりました。さすがは決勝戦という双方譲らない見事な戦いを演じております。双方立ち上がる形になりましたが最後に広島大フィールドゴールを決めましてその差3点のリードを確保する形になりました。しかし得点差は最小点失点差です。さあ最終的にこの双方の攻防どのように推移するでしょうか。これより作戦タイムを取ります。ハーフタイムに入ります。